仙台坂は東京にある坂道。現在東京都内には二つの仙台坂があり、名称はいずれも江戸時代に仙台藩の屋敷が近隣にあったことにちなんでいる。港区南麻布一丁目と元麻布一丁目の間にある坂仙台坂品川区南品川五丁目と東大井四丁目の間にある坂仙台坂、麻布の仙台坂は、 港区南麻布1丁目と元麻布1丁目の境を二の橋から西に登っていく坂である。現在の地理では、東京都道415号高輪麻布線2の橋交差点から西へ入った仙台、坂下交差点から南麻布1丁目に沿うように登り、麻布10番3丁目と元麻布1丁目を経て仙台坂上交差点に至る。坂の名称は、 かつてこの坂の南側に松平陸守の下屋敷があったことにちなむ。坂下の方は元仙台源と呼ばれており、1899年に結成された日本最初のラグビーチーム系大義塾のフットボールクラブはこの仙台原を練習場として使っていた。川崎造船所初代社長の松方孝次郎は自身のコレクションを展示するために仙台坂に ともらく美術館の建設用地を確保していた。計画は実現せず、現在松方コレクションの多くは、上野の国立西洋美術館が収蔵している。現状は片側一車線の対面通行の道路であり、仙台坂上は、麻布一帯の大地の南端に位置して、各方面に通じることから、自動車の交通量は多い。明治時代以降、仙台坂が、 住所地名となったことはないが、付近のマンションの名称などにはしばしば、仙台坂の名称が付けられている。また、仙台坂の中原には韓国大使館がある。ラジオ番組、サントリーサタデーウェイティングバーでは、麻布の仙台坂上にあるとされる、架空のレストランを舞台に、番組が進行する。仙台坂の近隣には、同じく、欧州の南部半中屋敷にちなむ、南部坂もある。 東京都品川区の旧仙台坂は、現在、暗闇坂と呼ばれており、海安寺と白仙寺との間にある坂を指す。その後交通量が増加したことから、現在は池上通りを仙台坂と呼ぶようになった。池上通りの青物横丁交差点から仙台、坂上交差点までの間を、仙台坂、東京都道420号差別大戦線の、 南品川三丁目交差点から仙台坂上、交差点までの間を旧仙台坂と呼ばれている。旧仙台坂は国道15号南品川交差点から大井町方面へ上る坂で、坂上で現在の仙台坂に合流している。坂の左右中ほどから上に仙台藩立陸守の下屋敷があった。仙台坂上には屋敷の味噌像を起源とする。 仙台味噌醸造所が昔ながらに残っており、現在も営業している。坂の中ほどには、屋敷跡の印として、タブの木も残されており、江戸時代の名残を忍ばせる。坂は、町田学園前、池上通りを南に登り、坂上には仙台坂巡査派出所がある。ABC、仙台坂、横関 H。 江戸の坂東京の坂ちくま書房二千十年十一月十日発行仙台坂石川定時江戸東京坂道時典コンパクト版二千三年九月二十日発行 http コロンスラッシュスラッシュ www.city.sendai.jp スラッシュ kikaku スラッシュ国際スラッシュシティスラッシュデートスラッシュ banga.html i 仙台味噌醸造所品川 観光協会、ありがとうございます。